山賀線の車両山賀線の車両山賀線は JR 九州バスが運行していた路線バスである。福岡県山和郡世田谷町の世田谷駅から熊本県山賀市を経て熊本県菊池郡大津町の比郷大津駅までを結んでいた。営業所、車庫は山賀市に所在していた。世田谷駅前にも留置施設があったが、現在は堀川バスが使用している。 熊本県内で現存する唯一の JR バス路線であったが、2006年2月28日に撤退した。撤退後、三考バスと熊本電鉄バスに引き継ぎがれたが、熊本電鉄は後に撤退したほか一部区間は廃止された。山川温泉駅を境に、系統は異なっており、世田カと肥後大津を通し運行するバスは存在しなかった。このほか 区間便があった。称号メーカーボディ扉使用廃止後遺跡先334-2901、三菱シンクレ波ン中飛農型支店福岡、中部支店廃車334-2902、三菱シンクレ波前中非熊本電気鉄道334-2903、三菱シンクレ波ン中飛熊本電気鉄道334-2944、 三菱シンクレハトップドア廃車334-2947三菱シンクレハトップドア廃車334-2948三菱シンクレハトップドア廃車334-2949三菱シンクレハトップドア廃車434-1902三菱シンクレハ全中日鹿児島支店福岡中部支店廃車山川温泉駅山川飛行物館を引き継いだ 熊本電鉄バス全線を引き継いだ参考バス、世田谷駅乗りレジ代基本的に JR 九州バス時代の運行系統を継承したが、既存の参考バス、熊本電鉄のバス停と重複している箇所は統合が行われている。また、区間便は全廃され、南関付近及び、カジ橋付近、菊池付近、平森付近の経路が、 JR 九州バス時代とは異なっている。JR 九州バス時代は、本線系統であった山賀市内の日置系郵便は、全廃されている。また、福岡県内区間については、宮間市の補助金打ち切りにより、2009年10月1日に、世田谷駅南館上町間が廃止された。廃止区間のうち、宮間市内区間となる、世田谷駅、弓橋間は、 宮間市福祉バスが継承したが、これは利用対象を高齢者、障害者等に限定した無料のバスであった。福祉バスは2018年3月1日より有料コミュニティバス、クス・ P5 へ移行したことにより誰でも利用できるようになった。また、2011年10月1日に熊本電鉄は撤退し、現在は参考バスが 南関ターミナル、山賀バスの駅非交通駅間で運行を続けている。参考バスにおいては、熊門の IC カード並びに、全国交通系10社 IC カード3区パス、ワクワクワンデーパスは全線で使用できる。参考バス山賀営業所と大津営業所の中型車が、基本的に使用され、中には、マイクロバスも使用されている。 熊本電鉄バス方向幕 LED 化された、中型車が運用されていた。既存の中型車のほか、前述の JR 九州バスの移籍車、ノンステップバスの新車が使用された。新設停車場、大津中町、松子が、平巻口、水葉様、猿渡り、杉水、日五小林、生涯原、出分、伊坂、平森、日五妙圏、おつもり、 赤星、北宮、ワイフ、野間口、水継ぎ、ひご岡田、ひごヘタ、中後見、石園、玄武、雷民町、ひご日置、き、ほう、安田、ひご小川、山が、山が東前、ひご金塚、鍋田、た、ひご河辺、梅、佐古口、ち、ひご岩下、都市の神前、津高、下、小田黒、小次郎丸、ひご梶じわら、はぜどり、小江町、 日後大原、八冠水、南関追分南関迎町、南関中町停車場廃止、南関、停車場会場、南関中町、南関、新設停車場、南関山へ新設停車場、地区、巡る、松延大根川、野町赤坂、野町、地区後原町、町井川、散歩、 北漢、真由美橋、湯野屋口、外目、鉄道ジャーナル1985年10月号、P103、種村直樹、さよなら国鉄最長片道切符の旅、実業の日本車1987年、P30P361 に、第1回会議資料、PDF。三間市2018年3月15日閲覧、ハット、AB、コミュニティバス、ス p から、 宮間式核財政果2018年3月6日、鉄道省国事代318号、官報1935年8月19日、鉄道省国事代242号、官報1941年11月22日。ありがとうございます。